これからアイビスペイント得たより動画塾を始めます。今回は投げ縄ツールの機能を使って筆のかすれ置き法を行います。それではホーム画面のアイビスペイントアイコンをタップして、続いてマイギャラリーをタップして、新規描画画面を作成します。マイギャラリー画面の右上のプラスボタンをタップしてください。そして SD サイズ 1024×768 を選択タップして、新規描画画面が作成されました。それでは筆のかすれ技法を行うための設定を行います。まずツールバー右から2番目のレイヤーをタップします。続いてツールバー上中のプラスボタンをタップして、レイヤーを今回は7枚ほど追加しておきます。レイヤーは20枚追加することができます。描くときの目安として、最初に追加していただくといいと思います。今回は7枚です。それでは一番上のレイヤー6をタップして、レイヤーボタンをタップして閉じます。それではまず筆のかすれを行うために、まず下書きを書いた方がいいと思いますので、後で作業がしやすいと思いますので、それを行いたいと思います。それではまずツールバー一番左のツール選択ボタンをタップして、上から4番目のブラシを選択、閉じます。そしてブラシ選択ツールの上にあるボタンは切り替えボタンですので、少し消したい場合は消しゴムをタップしますと、このように消しゴムが出ます。またブラシを使いたい時は同じところをタップしますと、ブラシが選択されます。このようにして切り替えして使っていただくといいと思います。それでは続いて左から2番目のブラシ選択ツールボタンをタップして、下絵ですので上から2番目の G ペンハードをタップします。ペンの上でタップしますと選択できませんので、ペンの右側の4マスのうちのどれでも結構ですので、タップしていただいて選択していただきます。このマスはブラシサイズのマスですけども、後で変更ができますので、どのマスのボタンでも構いません。タップして G ペンハードを選択してください。続いて右側のスライダーは丸いボタンをタップして、押さえたまま一番左へ 0% にしておいてください。続いて抜きの太さも 0%、 先端の不透明度は 1% にしてください。続いて先ほど説明した腕の太さはその時にまた選択できますので、そのままで結構です。続いて不透明度は 100%、 そのままで構いません。そしてブラシ選択ボタンをタップして閉じてください。続いて左から3番目の
カラー選択ボタンをタップして、下絵ですので黒を選択して閉じてください。それではこれから描きたいと思います。